このように、2人の両方の手首に結びつけた紐が交差していて、このままでは外すことができません。どうやっても外れないのですが、このようにすると、スルッと解くことができます。手品のような楽しい紐外しです。 この紐の作り方は動画の後半で説明します。まずやり方をご紹介していきます。一人の両手に紐を結んだ後、紐を交差させて、もう一人も両方の手首に結びつけます。もちろんこのままでは外すことができません。 交差しているところで上の方にかかっている相手の紐を手のひらを上にした状態で腕の方に引いてきます。そして手首の紐に腕から手のひらの方に向けて通します。この輪に手を通して紐を手の甲の方に持っていきます。 そして手を引いてくると、このようにスルッと外れます。逆に紐が外れている状態で、今と同じことをすると、このようにまた二人の紐が交差します。そしてまたさっきと同じように、交差しているところで上の方にかかっている相手の紐を、 腕の方に一度持ってきて、てきそして腕から手のひらの方にかけて通して輪に手を通すとまた外すことができます。このように何度も交差させたり外したり繰り返すことができます。 この時相手の紐で上に重なっているのは左側の紐なので左手の方ににに引いてくるととねじれずにスムーズに外すす。ことができますあともう一つ気をつけておくのはこの輪の両側にある相手の紐がねじれたり入れ替わったりしていないように輪の両側に並んでいる状態で手を通すようにしてください。 ちなみに相手の紐で下に重なっている方の紐を腕に通してしまうと外れるのではなく逆ににこのよう2回ねじれてしまった場合でもまた上の方に重なっている相手の紐を同じように外してさらにもう一度繰り返すとこのように外すことができます。 それでは腕につけるこちらの紐を作っていきます紐の両側に腕に通す輪があってこの輪は大きさを自由自在に変えられるようにエヴァンスノットで結び目を作っています使う紐はどんな紐でも大丈夫です 今回は太さが4ミリで長さが1メートルのパラコードを使って作っていきます紐の両側にエヴァンスノットで輪を作りますエヴァンスノットの結び方は別の動画で詳しくご紹介しているのでよかったらぜひそちらの動画も参考にしてくださいまず紐の先端を右側にしてこのように持ちます 先端側を元紐の上に重ねて交差させて左側に持ってきますこの交点よりも手前を通るように元紐の下に重ねて右側に戻します次はこの交点よりも向こう側を通るようにまた左側に持っていきます 一番上の輪の裏側を通るように、もう一度右側に持っていきます。一番上で交差しているこの交点の下を通すように、向こうから手前に向けて紐の先端を通します。 あとは結び目を引き締めていきます。この輪の右側と紐の先端をそれぞれ持って引き締めると結び目がしっかり引き締まってきます。これでエヴァンスノットの結び上がりです。裏側は このように2本の紐が横に並んだ状態で結び上がっています。元紐とこの輪の左側を引くことで、大きくしたり小さくしたり、輪の大きさを自由に変えることができます。もう片方の紐の先端も同じようにエヴァンスノットで結んでいきます。 エヴァンスノットは一度覚えると簡単にスッスッスッと結ぶことができると思います。はいこのように出来上がりました。 輪の大きさを自由に変えられるので腕に通すときは輪を大きめにして腕に通してそれから引き締めていってください遊ぶ前はまず両側の輪の大きさを大きくして 腕にかけて、それからきつすぎない程度に引き締めてください。まず相手の手首に紐が巻けたら、自分の紐を交差させて、それから自分の手首にも輪を通して引き締めていきます。 2人で遊べてとても楽しい手品のようなこの紐外しぜひやってみてください。